スベイグジルは北欧神話に登場するユングリング家の一族であるスウェーデン人の王である。彼はフィヨルニルの息子でフィヨルニルの後を継いで王となった。また彼はおそらくはバン神族の一人であるバナヘームのバナと結婚した。ドワーフによって誘い込まれたスベイグジルは石の中に姿を消し二度と戻ってこなかった。彼の後はその息子バンランディが継いだ。 スノーリストルルソンは彼のユングリング家の佐賀においてスベイグジルについて書いている。スノーリはまた9世紀に書かれたユングリンガタルから若干の行を引用した。ノルウェー氏はスノーリが引用したものより古いユングリンガタルのラテン語で書かれた要約を紹介している。さらに古い情報源である12世紀の早期からある。 アイスランド人の書は、ユングリンがタルの中で王の血統を列挙しているが、フィヨルニルの後継及びバンランディの先代の王として、スベイグジルの名を挙げている。ありがとうございます。